コラブルニョン作品24はドミトリー・カバレフスキーがロマン・ドランの同名の小説に基づき作曲した三幕で構成されるオペラ。16世紀から17世紀のブルゴーニュで彫刻家のコラブルニョンと悪事を重ねるジフレアルとのやりとりに愛憎劇が絡む内容になっている。1936年から1937年にかけて作曲された。台本は ブィブラーギンとカバレフスキーによる。翌1938年、レニングラードマール劇場にて、ボリス・ハイキンにより、クラム氏の親方として初演された。その後、1968年に、コラブルニョンに改訂されて1970年4月16日に、レニングラードにて初演された。その後、オペラから抜粋して、オーケストラのための組曲に編曲された。 中でも序曲は吹奏楽などで、しばしば演奏される。フルートさん、ピッコロ、クラリネットさん、ファゴットさん、ホルニオン4、トランペットさん、トロンボーンさん、チューバ、ティンパに、小太鼓、トライアングルに、タンブリン、シンバルさん、大太鼓、木琴、タムタム、ハープ、弦五部。ありがとうございます。